シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。今日の件はモーストニュースまとめていくってやつで、さあ今回ニュースまとめていくんだけど、まあ大体ニュースの内容は予想通りだったんだけども、超究極くんのこれは驚きすぎるわ。つい最近新芝ってやべえクエストがあったのに、まあ、早速来ると。でさらに難易度が大体分かってて、これもやばいのよ。まあ後で説明するんだけど、でそしてオーブがやっぱりやばそう。まあこのガチャの雰囲気からして9月はあれ確定だろうな。いやこれは、いやこれはオーブの使いどころマジ悩むよ。まあいろいろ盛りだくさんだったこのニュースまとめていこうじゃねえか。そんじゃ行くぜ。さあおしらいこの感じ、怪物的熱狂創造夏祭、新たな創造クエストが登場と。これがさっき言った超究極なんだけども、これ夏祭ではなくて夏祭りらしいな。さっきのモンストニュースで知ったわ。俺結構ずっと夏祭って言ってきたけど、コメント欄で一件もしてきなかったんだよな。と思ったら今日一件だけあったわ、夏祭りねって。まあ、それはいいんだけど、じゃあまずはおさらい、未開の大地から見ていこうじゃねえか。こんな感じ。新たに拠点12が追加。これ最近結構難しくなってきてない？これ1年後とかどうなってんの？難易度に上限とかあんのかな？すぐに爆絶とか超究極追いつきそうな感じはあるけども。あれ、10年後とかマジやばそう、これ。本当に2回のまま終わってそう、誰もやらずに。で、開催日時が8月14日金曜日12時から8月27日木曜日11時59分まで。さあ次は報酬を見ていくぜ。こんな感じ。ウルルミスがやっぱ早めに運極できそうね。で一番はやっぱりこの初ゲットガチャ、これは絶対に取っておこうぜ。さあ次、新超絶ヒヒロカネ降臨。イラストがいいから、まあ、超絶で難易度もそこまで難しくないと思うから運極頑張ろうぜ。明日8月14日金曜日8時から10時。さあ次、各種キャンペーン開催で、ここ重要なのが、これね、真珠の聖域2倍というところ。これはやっておこうぜ。歴を運極。さあ次、怪物的熱狂創造夏祭り開催中と、これの追加情報があったぜ。なんと、これが、このパワー！なんと、超究極、初代重神からの挑戦状というわけで、これが、まあ、超究極があって、そして、この期間限定ミッション、入手方法、その他の、キャラ4体でクリア。まあ、要するにガチャゲン使えねえってことか、これ。限定称号の初代重心を恋しものゲット。うわ、これは難しいんじゃないかというわけで、一応見てきたのよ。このなんか制作者の秘話ってのがあって、YouTube に。それをまあ見てきたんだけど、むずいらしい。むずいらしいのよ。で、難易度が、宝来って言ってて、この宝来っていうのが、まあ、今の宝来なのか、その、登場した時の、初降臨の蓬莱なのか。いやー、これ相当難しかったよ、初登場時。俺、勝ったか覚えてないな。相当難しくて、その後出てきたガチャ。なんだっけ、あのガチャ。まあ、ちょっと言ったじゃねえか、なんかグリム兄弟みたいな。あれが出てきて、結構、あれでも楽になってない。若干楽になったみたいな感じだったけど、その出てきた時の蓬莱のこと言ってんならめちゃむずいと思うよ。でさらに、まあ、その他のキャラっていうのもあってかなり面白そうで、このお二人が作ってんだからもういいクエストに決まってるわ。そして初降臨日時が8月14日土曜日8時から11時。いやこれはマジ楽しみだもん、早くやりて。でこれ一応この生放送の雰囲気からしてどうなのかなと思うんだけども、まあそこは気にしなくて大丈夫か。でミッションクリア報酬ステッキと、これは欲しいね。さあ次、ヘルヘイム爆絶降臨するぜ。なんかニュースでなんか大事なとこ隠してますねとか言ってたけど、これどういうこと、そういうことなのこれ。でこのヘルヘイムが8月21日金曜日7時から9時降臨するから絶対やろうぜ。さあ次、さあ、アップデート、予想通り、アップデートがやってきたぜ。メンテナンス8月18日火曜日、0時から5時予定と。これ、アップデートすげえあるかと思ったら、なんか全然なかったわ、内容が。まあ、見ていくんだけど、これ、出撃するときに、その、フレンドの出てるモンスターの、その、適正のランキングが、まあ、数字で出るよと。これはまあ、ありがたいな。確かにありがたい。さあ、次は動画 CM を視聴してスタミナ回復と、スタミナ民を未承知の場合に限り、1日1回動画 CM を視聴することでスタミナ回復できるようになると、これは嬉しい。
まあ、個人的にはいろんなチャレンジしてるからスタミナミンがないのよ。サブは結構いっぱいあるんだけど、まあ、オーブ節約になるから、まあ、ぜひこれ見て回復しようぜ。さあ次、追憶の書庫にクエストを追加。なんとこいつらがもう追憶の書庫に追加される事態というわけで、俺いつも玉露をこいつら行くために残してんだけど、もうこのおかげでもう玉露をいつでもできれば、これは嬉しい本当に。さあ次、メダルでゲットできる新限定キャラ登場と。まあ、これってやっぱりサーカスがテーマだったんだな、こいつら。まあ、出てきてるわけだけど、まあ、前回の名前忘れたわ、あいつが、ゴーデスにハマってるから、まあ、これも結構重要なモンスターになってきそうだな。こんな感じ、姉さん。で、アビリティはこんな感じ。まあ、いいところが減速壁と、まあ、ターン20で打てて、この触れた壁すべてにヒーリングウォールを貼る。一箇所じゃなくてすべて。これがもう重要と。はい、次。そして、今回の、まあ、目玉、期間限定イベント、モンスト夏休み2020と、おい、やべえじゃねえか、これ。ワトソンアルファ、ヤマトアルファ、孫悟空アルファ。やっぱり、まあ、女、本当は女キャラ3体で行きたいけど、まあ、それはあれだから、1体男モンスターいるとこ感出てるけど、8月16日日曜日、12時から9月2日水曜日、11時59分、夏ガチャアルファ。来たな、これ。来たよ。で、性能もなかなかいい。なかなかいいけど、まあ、かつてのアルファよりは劣るという感じでもあるけど、下手したら化けそうという怖さもある。絶対引いた方がいいというガチになってるぜ。さあ見ていくんだけど、まあ、まずはワトソンアルファ、イラストめちゃくちゃいいし、周りにほらあの時の関連のモンスターいっぱいいるし、さあ見ていくぜ。さあ貫通&ゲージパワー型アビリティ、超アンチワープ、アンチ魔法陣、貴族性キラー、ゲージでダッシュ、 SS ターンチャージ M と、でストライクショットがこのサマーナイトファイアワークス、味方に触れると自身と味方の位置を順番に移動し攻撃、あの S ですね。そして友情コンボがコピーと放電、これがマジでやばい、これやばい。元気23で強いけど、それだけじゃねえ。貴族性キラーが乗るこのコピーと、そして放電、とんでもねえ友情コンボ。エクスカリバーとの相性もいいし、まあなんて言うんだろう、今までエクスカリバーがやってきたようなことができそうで、かなり強い。まあ高難易度もいけるし、ザコも一掃できるから普段の周回もできそうというわけで、評価はかなり高め。そんじゃ次、さあヤマトアルファ、イラストがすごい綺麗で、これ水属性なんだけども、性能がなんと光属性キラーと超アンチウィンド、はい、9の国的サルサンキュアレト、そして魔法陣ブースト、光属性、はい、9の国的サルサンキュアレト、そしてゲージでアンチブロック、はい、9の国的サルサンキュア、そしてアンチ減速壁、はい、キャこれちゃう、これちゃう、これちゃう、9の国はアンチ減速壁とか減速壁一つも光らないから。ストライクショットがターン12プラス8と、これが触れると友情コンボが発動する分身を最初に触れた敵にセットするというわけで、これがなんと9の国で友情コンボが発動する。おい、結構昔の動画でいつか9の奥で友情コンボを発動させたいとか言ったけど、もう結構早めに夢叶うのこれ。いやもうほんと向こうのさじ加減じゃないこれ。だってほら、なんだ、ほらカウンターモードやね、反撃モードとかも出ないのに、なんでこれだけ出んの、おかしいでしょ。友情コンボが超強分裂貫通衝撃や3とサブ超薙払いと、この結構結構やばい友情コンボがなんと魔法陣ブースト、そして光属性キラーが乗るとんでもない状況、そしてなんとこいつ砲撃型、これはやばいと。ま、個人的にはさっきのワトソンアルファよりもこいつ持っといた方がいいんじゃねと。アンチ減速壁も将来性あるし、なかなかこれは壊れてる感やばい。なんて言うんだろう、なんかクラピカと同じような感じするこれ。クラピカほどじゃないか、なかなか危険なモンスターになってるぜ。まあ、さらに敵になんかほら、貼り付けるんだろこれ。分身を貼り付けてそこで超投げ払いって怖くねこれ。やばいな。まあ、個人的に今回一番おすすめかもしれねえ。さあ次、孫悟空アルファ。いっぱいいるわ猿が。いっぱいいるんだけども、まあ、今回の外れ枠と言ってもいいかな。これ多分いっぱい出るよみんな。気をつけて。これいっぱい出るから。俺も多分これいっぱい出る。もう言っとくわ。もうこれで溢れる。反射バランス型、アビリティ、アンチ減速壁、友情コンボかける2とめちゃくちゃ尖ってるし、尖ってるし、アンチ減速壁これ。いや、ちょっと待ってくれ。アンチ減速壁がいるクエストで大体利用してって多いんだから、これゲージにつけて。素浴びで何でもいいや。素浴びでなんか、ほら、アンチウィンドウを友情コンボかける2、ゲージでアンチ減速壁でよかったんじゃないこれ。まあ、使いやすそうだけど、未開の9とかでいけんのかな。
で、マックスバナナボードとキントーン5人に分身&仲間たちを率いて敵へ打ち込むと、これまあ強そうだけども、やっぱ魅力なのはこの友情コンボスピードアップと拡大爆破弾、まあ、2回発動すると、さらに艦隊組んだ時味方の爆破弾とかでも発動するから、まあ、かなりスピードアップできるという感じになってるぜ。まあ、将来性抜群、今はうーんっていう感じかもしれない。あとガチャ引いたらこいついっぱい出るからよろしく。さあ次、はい、こいつらも出るぜ。演歌、さあ剣も耳ガールズ、これは運極絶対みんな作るな、うん、かわいい本当に。そしてさらにオーブをめちゃくちゃ使うという理由が、この期間限定キャラクター再登場のガチャ、これが短いけど3日間開催されると。うわー、これはやばいわ、これやばいね。まあ、モンスト夏休みの左の方、2015年の方ではこのノンノアルファとサタンアルファがめちゃくちゃ強くて、まあ、右の方ではメタトノアルファが強いと、まあ、ムーアルも強いんだけど、まあメタトノアルファかなと。確保しておきたいのはセツマラでも使えるし、でこの状況で、あーこれは9月にコラボ来るだろうな、前半あたりにとんでもねえのが来るから、ここでオーブを使うわけにはいかないけども、オーブ使った方がいいガチャなのよこれは。でもまあ余裕がある人は全然引いてもいいけど、この中でまあ1体でも持ってんなら引かなくてもいいのかなとちょっと迷うけど、9月のコラボに取っておいた方がいいと思うけどな、これ。さあ、次。期間限定キャラクター再登場、これはマジで嬉しい、これ嬉しい。なぜかというと、俺この祭りを逃してんのよ。で、復刻した時もいけると思ったら、一回も行くことなくまた逃したから、これやっと運極できれば92ぐらい。マジショックやった、これ。さあ、次。期間限定キャラクター再登場。あ、しぶき、やっと来てくれる。俺、しぶきを生放送でギリ運極できず終わって、生放送大体運極するから、運極したと思ってたら、運極やってなかったのよ、これが。本当に、しかも、このカキゴロイド、俺、運極300体目はドリーにしようと思ったのよ、キューノクだから。いや、なんか間違えてこれ、運極300体目になったわ、このカキゴロイド。すごい懐かしい、意外と声高いという。さあ、次。8月20日はモンストの日。これは重要、めちゃくちゃ重要。すごいよ、オビスもあるし、徳玉もあるし、なんとこの英雄の証もある。これは絶対に取っておこう。俺、嬉しすぎる。毎回やって、英雄の証に。最近ほんとないから。さあ、次。レンブラント重心化。足が長え、かわいい。そういうわけなんだけども、なんとこれが、ね、魔人キラーかな。取られちゃってると。貫通スピード型。で、まあ、アンチ重力バリア。アンチダメージオール全属性耐性で SS がまあ早めに打てて、まあ種族に大ダメージだから、まあキラ取ってもいいでしょという感じなのかな。まあ魔法陣も回避できるし結構強いんじゃない。友情コンボ超絶斬撃、これが新友情、そしてスピードアップ。まあ本当にその魔人キラ取られたのがどう生きるかによってこいつが弱いのか強いのかはっきりしてくるな。まあというわけよ。さあ次。おお、また来たこいつ。色違いね。いや、絵違い。ポケモンか。ラプラスか。の絵違いね、これ。モンストニュースは、8月20日木曜日16時から、あるぜ。OK。さあ、ネクストラッキーモンスターズ。これは、甘いもん作ってね、ダンタリオン作ってね、聴覚作った、伊藤カシタロ作った、バフォメット作ってね、ミヤビ作った、OK! 完璧。完璧ではないけど、まあ、ラッキーモンできてるぜ。OK。みんなの意見待ってるで時間かけて、あるぜ。あばよ。いいからそこに並べ、俺が焼き寄せやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の会で待ってるぜ。焼き入って仕方ねえ。